ーズ、ミートの攻防。どうも、ハニチマンは高丸くまるです。さあ、新シリーズでミュージカル黒魔術1が登場してます。黒魔術1ってことは2も出るってことだよね。特徴が、特定のシリーズの能力をアップさせる、敵に攻撃がヒットすると稀に一撃で倒すことができる、 HP と攻撃力がかなり高い、さらにポイントアップ台が期間も限定でついていると。なるほどね。で、さらに今まではね、あのへそもに関する丸バツクイズだったんだけど、今回からアニメに関する丸バツクイズのイベントが始まってます。これもね、へそもクイズと同じようにチケットを使って丸かバツか答えていくやつで、当たりの肘さん小野助集めてニート部屋に並べて撮影、 Twitter にへそもクイズ、ハッシュタグへそもクイズで投稿するだけで参加で、抽選で豪華特典をプレゼント。それはまだ分かってないんだよね。まあ、ご覧の通りの期間なんだけど、3問ずつ12問。応募期間が10月9日から16日まで。なるほどね。まあ、それを踏まえた更新内容がこちらじゃないや。こちら。よいしょ。ミュージカル黒魔術1が1体確定。これは優勝ダイヤだよね。黒魔術1が配布されるステップアップガチャの開催、ステップ3、ステップ5で1体確定、優勝ダイヤのみ回せます。あと、キャラクターガチャで、キャラクターガチャ無償ダイヤでも回せるやつで、ミュージカル黒魔術1が配布されると。お縛り大作戦エクソ縛りの開催、使用可能なのが今回登場のミュージカル黒魔術1で、他にはミュージカル黒歴史2、悪魔ライダー、バンド私服で、星さんのミュージカルで、六つ子枠にシークレットギグ、バンドゲリラライブ、4周年記念セミ、タイムマシン、クトゥルフ神話、明星しがたき車が参戦できると。あと、星さんのミュージカルと、ガンスリンガーだっけ、それが登場する復刻イベントが開催されていると。あと、復刻でアンダーグラウンド総選挙が開催されているんだ。へえ。初回クリア報酬でダイヤで、あと VIP パスがゲット。過去にクリアした方も初めての方も報酬がもらえるのか。これって VIP パスもそうなのかな。で、先ほど言った第1回アニメ丸抜クイズ、ダイヤ購入キャンペーンで1200パックはムツゴキャラスカチケ2がもらえると。スカートできるのはこんな感じのムツゴです。まずはじゃあチケットでね、アニメ丸抜クイズやっていきましょう。今までのへそも丸抜クイズはね、ストーリーを見てもらったら分かると思うんだけど、こっちはね、アニメ見ないとね、分かんないから。しかも2期から始まった人だとね、あの DVD 借りたりとかしないとね、見れないからね。ここはちょっとね、俺もね、この動画でやろうかなと思います。まずは第1問、一期の2話からの問題。おそ松の憂鬱にて、おそ松が橋本にあいに叫んだ名前は霊華である。丸か×か。これは丸だね。愛してるぞ霊華ってやつだね。で、チョロ松から霊華って誰だって言われたんだよな。懐かしいな。これは丸だね。よいしょ。で、もらえるのはひじりさん、小野助なんだけど、問題は当たりか外れかなんだよな。この状態で見えたっけ？お、見えるね。よしよしよし。当たり。見事当たり。で、まあ、これはね、もう、2話はもうね、丸×正解したから、今度はこれ、5話、カラマツ事変。カラマツ事変にて、おでんの会計の際、カラマツが支払った金額は6円である。丸か×か。これはね、×なんだよ。カラマツ自身は、2円で払ったんだよね。カラマツだけに2円ね。ちなみに6円はおそ松です。これは×。せーの。さあ、結果はどっちだ？あー、見てなかったー。あー、そっか。ここに来ちゃったらもう当たりか外れかわかんないのか。まあいいや、後でちょっと見せよう。多分これは当たりだと思う。じゃあ次、14話。チョロマツ先生から、チョロマツ先生にて文化祭のアーチの素材は発泡スチロールである。丸か×か。これは丸なんだよね。
とどまつ先生がね、アーチの素材は発泡スチロールって発言してたからね。もともとなんだっけ、あのチョロマツ先生がその文化祭でなんかいろいろ改善してほしいって言われて、アーチが倒れたら危ない、なんか怪我をするって言われた指摘に対して、トドマツ先生は発泡スチロールなんで安全ですって言ったら、生徒を誤って口に入れたらどうするんですかっていう指摘があったんだよね。うちの生徒赤ちゃんなんですかっつって、これは間違いない、丸だ、危ねえ危ねえ、発泡スチロール丸か×か、これは丸。よし、危ない危ない、一瞬なんか接続失敗したけど、間違ってスキップしないようにね、普通にタップしよう。よーし、オッケー、こっちは当たり、多分2問目も当たりだと思うんだけどね、これはちょっと後で確認します。さあやっていきましょう、エクソ縛りマジアバ編。改めて突撃可能キャラを確認しよう。6つ子でシークレットギグで、クトゥルフ神話バンドゲリラライブ4周年記念タイムマシン、それとセミで、星3にはミュージカルで、星4は悪魔ライダーバンド私服、ミュージカル黒歴史2で、ミュージカル黒魔術1と、チームはこんな感じになっております。こんな感じ。まずは1列目、おそ松のミュージカル黒歴史に、同じシリーズキャラの能力をアップさせる、ちょっと吹っ飛ばされにくい、 HP と攻撃力がかなり高い、ミュージカル黒歴史2のシリーズキャラの攻撃力がそこそこアップする、から松のミュージカル HP はかなり高い、チョロマツの悪魔ライダー、ちょっと離れた時にも攻撃で届く、攻撃力はそこそこ高いが HP が少し低い、1末の悪魔ライダー、十四末の悪魔ライダー、2列目、トド末の悪魔ライダー、チョロ末のバンド私服、攻撃力はそこそこ高く HP がちょっと高い、1末のバンド私服、十四末のバンド私服、トド末のバンド私服と、これさ、最大限界突破いってレベルマックスのこのHP がかなり高いカラマツのミュージカルと、あとまあこの悪魔ライダーとかの40レベル、まだ最大限界突破いってない状態のレベル40の悪魔ライダーとはどっちが HP が高いんだろうな、カラマツって。まあ一応ね、 HP がかなり高い特徴を持っているミュージカルにしてるんだけど、とりあえずこれでいってみようかな。で、使用アイテムは AP 最高、強くなるオートモードはザニートとニート砲。ではこんな感じでマジアバ編やっていきたいと思います。さあやっていくぞ。ちなみにアトラクションは地上タイプの攻撃力がそこそこ増えるやつを2つと、トドマツの攻撃力がそこそこ増える、まあいつも通りのアトラクションだよね。ちなみに先ほどやったアニメ丸×クイズはちゃんと3問全問正解でした。じゃあどうしよっかな、もうちょっと対空タイプのシリーズ増やせばよかったかな。あれ、地上タイプなのに空中のハターボード攻撃当たるんだけど、え、そういう仕様なの今回、やばい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 、もうちょっと待てばよかったな。うわー、いけるこれ、あ、やばい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 、うわうわうわ、ちょっと待って、これはうおー、12000、高いな、これはちょっと今回失敗だな。くそー、マジか、空中の敵ってこっちの地上のキャラに攻撃当たるのか。よーし、作戦変更、まずは対空タイプを出そう。じゃあチョロ1、トド14出したい、よしよし、で長兄出すと、いやー、これはちょっとどうだ、トド松の攻撃上げるよりも対空タイプの攻撃上げるアトラクションにいた方がいいかな。
ついのがな、トドマツがね、攻撃高いけど、カッタマツ、うわぁ。お、よしよし、ギリギリ攻撃は、与えて、よしよし、ちゃんと倒せたな。問題はダイオンよ。いけるダイオン。危ねえ。あー、でも、ノックバックしても倒しきれない。うわぁ、まずい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 。これはうわこれは対空のアトラクション出なきゃダメか。よし、じゃあ対空のアトラクション入れてきました。ちょっとまずは長兄2人出すか。でここで対空出すと、チョロ出すのはちょっと早かったかな。一松足遅いからな。なるべく一松は早めに出すか。対空タイプって市場よりもちょっと足遅いからな。当たってんのかな、こっち攻撃。こっちじゃない、向こうの攻撃、こっちの地上に。さあ、対空、攻撃開けたんだ。少しは余裕持って、余裕あるかこれ。ちょっとまずは地上を出すのは抑えよう。まずは対空だ。よし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 。あ、でもまずはノックバックするんだっけ、一回だけ。あー、ギリギリ倒せんだよな。よしよし。さあ次よ、2体目のダイオン倒しきれるかな。もうこっち、よし、まずはノックバックしたけど、あぶねー。あー、でも地上押されてんな。まずい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 。そうだよな、空中攻撃してたら地上押されるよな、そりゃもちろん。あー、危ねー。これ一旦ザニートでしのいで、この後よ、倒しきれるか。よしよし、今のうちに倒しろ倒しろって。なんだ、倒しきれ。メガニートホ、うわー、ダヨーンがな、耐久がなかなか。まだノックバック、あぶねえ。なんとか対空軍団の時に一回ノックバックしたぐらいか。ちょっと壁役がいねえんだよな。まずいぞこれは。あー、くそー、ちょっと今回難しいな。よーし、ちょっとまたトドマツの攻撃が上がるアトラクションをに入れ替えて、今度はほんとちゃんと対空タイプを優先的に出すわ。で、一応地上は長兄2人を出しとく。さあ、あ、トドマツ、一松も出しとかないかな。たださっきと違って対空タイプが攻撃上がってるわけじゃないから、トドマツを優先的に出そう。で、一応地上のトドマツも倒しきれないな。よしよしよし。メガニート発動はいいけど、ここら辺ちょっとダイオンはノックバックしてほしいんだけど。まずい、まず1回食らうことは、まあ、とりあえず配慮しといて。うわ、2回目はきつい。やっぱ対空、地上のアトラクション1個外して対空とトドマツでいくか。ダヨーンがもう厄介だよ。よっしゃ、やるぞ。地上対空トドマツの攻撃が上がるアトラクションにしました。
でもまあとりあえずは対空のキャラクターを優先的に出すぞ。あ、重始末じゃないよ、とど末だよ。まあでも先に先陣切って花瓶になるのは結構いい方か。メガニート一応食らってるんだよな。さっき悪魔ライダーのチョロマツは旗棒から攻撃食らったもんな。さあこれでよしよし、バンド私服のトドマツは対空タイプもトドマツのアトラクションも効果食らってるもんな。よしよし、いいぞいいぞいいぞ、強い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 。この時点で大王のノックバック1回は強い。よしよしよし、いいぞ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 。とりあえず安定してきたな。さあここはどうだ、ただ4ノックバック、もう一回ノックバックするよな。よしよし、いいぞ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 。だけどあーまずい、地上ちょっと押されてんな。市松の悪魔ライダーバイク乗ってんのにこの遅さ、なんなんだよ。よし、メガニート。ただいつものアトラクションの組み合わせと違ってちょっと地上タイプの攻撃力が下がってるからな。過信は禁物だわ。でちゃんと対空タイプのキャラクターも出しつつ攻めていかないとダメだな。よし、ここで悪魔ライダーが活躍してきたぞ。旗棒だけだな、地上タイプの こっちのキャラクター攻撃し始めてんの。ちょっと待って、漏れてる漏れてる漏れてるぞ。攻撃どうした、対空攻撃どうした、危ねえ。くそ、地上タイプの方に攻撃いっちゃってんのか。よし、ここで一回、よし、いいぞ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 。ちょっと待って、トトコ危ねえ。よし、ザニート、ここで押してけ。くそ、気が抜けないな。地上のダイオンが勝てえな。ダイオン勝た、地上の。空中、危ねえ。よし、いいぞいいぞいいぞ。トトコちゃん、危ねえ。よし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 、とりあえずここに粘って、よし攻撃できてんね。悪魔ライダー、とにかくこの悪魔ライダーがなんとか地上をね止めてくれてるから、もうちょっと出すか。悪魔ライダー、トドマツは攻撃してるもんな。気をつけろ、市松とトド松がなんとか。チョロ松もな、一応悪魔ライダー入れてるからさ、攻撃できてるようにしてほしいんだけど。メガニート砲、よし、ここでザニート、いいね。とりあえずこっから後ろに下がってないから押せていけんな。地味に旗棒がめんどいんだな。お、上限まで行った、上限まで行ったということは、あ、でも大丈夫か、離れるもんな、対空軍団と地上軍団は。足の遅さが違うからな。あ、気をつけろ、よしよし。早めに第4始末するのはでかい。上限もまだ大丈夫か。一マスちょっと出しすぎかな。よしよしよし、とりあえずニート砲圏外までは
次のザニートの時に超えるといいんだけど。ちなみにこっちの陣地の HP は微妙だな。トトコダヨーン1体ずつ取り逃したらやばいぞ。あ、よかった、すでにもうニート4圏外までだ。でこのザニートでさらに突き放す。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。市松とど松軍団がいるからまあ押せてるもんな。さあ近いぞ。あぶね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 、対空タイプ出しとかないと念のために。あでも市松とかいるから大丈夫か。よし、いいぞいいぞいいぞ。いやちょっと試行錯誤したけどこのメンツでよかったな。アトラクションも珍しくね、地上タイプの攻撃が上がるアトラクション2つじゃないんだけど、まあその分ね空中に対する攻撃が安定したからよかったよかった。もうちょっと届かないな。あぶねー、今上限まで行っちゃってるからな。よしよし、削れ削れ。あの空中の旗棒の隠れた攻撃何なんだろう。こっちの地上にも攻撃するって。6分3秒。